卵卵卵ふふ。エッグヤザーの無敵テレビ。どうもこんばんは、エッグヤザー軍団です。ということで本日は、もう撮る動画がなくなってしまったので、急遽今みんなにツイッターで募集したエッグヤザー軍団の質問動画をやりたいと思います。イエーイ。誰その拍手うるさいやつ。またお前拍手でかすぎんだって。舞台じゃないんだからさ。はい、じゃあ行きたいと思います。1個目の質問から、あのカメラマンへの質問ですね。はい、1個目の質問、はい。2代目デカキンは本来どういう職種の方ですか？芸人です。ガソリンスタンドのバイトじゃないですか？いや、芸人もやってます。それは芸人もやってます。で、童貞なの？ああ、芸人、剣、童貞、うん、まあ、剣って意味わかんない。剣っていうかあれでしょ、ガソリンスタンドの メインの仕事があって。いや、違いますよ。アルバイトでバイ芸人。はい、アルバイトじゃないか。給料入んないんだから、ボランティアだから。はい、次、今のやつが、誰だ、ユポンって、ユーポンってやつね。はい、次、金子から、はい。部活を何をしたい、部活何してましたか。俺は中学2年ぐらいまではバスケ部で、高校の時は慶応学部、まあ行ってないけど、どっちも、はい、僕、バスケと駅伝やってました。竹、はい、僕は部活は、柔道部です。そうだよ、今何だったっけと思ってすごい考えたけど、柔道以外ねえよ。はい、僕はですね、中学生の頃の部活は吹奏楽でした。ほー、星野は何部？僕、水球。星野しちゃったよ、2代目デカキンさんは水球です。水球？そんなデブで。はい、こんなデブで水球でました。はい、次、ハイエナ。昔やすい。うるさい。ハイエナからの質問。単独ライブの時、ミカエルさんとだけ話せませんでした。声をかけたかったのですが、怖くて無理でした。だってよ、はい、ミカエルさんにはどのように声をかければいいですか？いや、普通に声かけて大丈夫ですよ。いや、それができなかったんだ。何かが怖いんだ。いや、何が怖いっていうか、うん、まあ、人見知りなんで、僕自身が人が怖いっていうのがあって、うんうんうん、まあ、でも全然声かけてくれればそんな怒ったりとかしないですし。たまにだって声かけられるもんな。はい、たまに。タキの負け的にな。セットでいると声かけられやすいんですよ、ね、な。はい、じゃあ次、ヒロから、はい。エッグさんの恩師または恩人は誰ですか？あー、これいい質問だけど、先生とか言ってもわかんないから。先生なんて別にそんないないか。恩人？超難しいよこれ。あ、でもガチな話すると、俺が青春時代とか高校生の時とかに読んですげえ感銘を受けたのは大月健二。本読んだり音楽聴いてね。あ、他にもいっぱいあるけど大月健二でしょ。芸人になって恩人っていうんだったら、いろんなことがあって、今 YouTube 俺が頑張れてる理由の一つに、あのカウカウのヨシさん、当たり前体操の、うん、カウカウのヨシさんが俺のことをいろんなとこで推薦してくれたっていうかね、言ってくれたから、はい、YouTube がうまく回りだしたじゃん。そうですね、っていうのもあるから、カウカウヨシさんかな。ということで次、ご飯のお供を教えてください。ご飯のお供ってなんだよ。やっぱご飯に合うおかずです。わーやおあおって何？ご飯に合うおかずですよ、ね、あのね、みんなにマジおすすめしたいんだけど、力士味噌っていうのあるの。お相撲さんが地方に巡業に行くじゃん。その時に持っていく自分の、 その相撲部屋で作った味噌があるのね。その味噌の中にはニンニクとか野菜とかなんかいっぱい鶏肉とか入ってて、それがね、ちゃんこ屋さんとかでたまに置いてあるのよ。俺一回それもらって、あのお土産用にね、食べたんだけど、家帰って爆うま、ぶっ飛ぶぐらいうまい。どこのやつ買うも忘れちゃったんだけど、マジでうまかった。お前は白飯に合うやつだった。梅干しですかね。あ、俺梅干し食えない。タケキンは？そうっすね、もうね、パイ、お肉ですかね。おめえよ、具体的な肉だよ。ちげえよ。だったら俺だってお前ご飯のお供にお前肉じゃなくても寿司とか言うよ、お前。具体的な肉とかじゃねえよ。あの、ふりかけとかさ、漬物とかそういうレベルでしょ、これ多分。あ、違うの？そうだと思う。だよね。カレーもなしですか？え、カレーもなしですか？カレーはまあギリギリ OK でしょ。あ、そうですか。じゃあ、もういい、はい、次、なんで竹木はそんなに可愛いのですが。それはお前が下に見てるからだ、竹木。男に可愛いっていうのは違うと思う。ね、舐めてるってことですね。そうですね、舐められてる。はい、次、エッグヤザー軍団の皆さんは芸人の前に違う仕事をしてた人いますか？いないよね。あ、お前らいるか。僕、スーパーの青果で働いてました。スーパーの野菜とか果物で、ミカ同じくスーパーの惣菜の方が。オーケストラは言えないんだよね、言いたくないんだよね。オーケストラ前聞いたら、その過去は本当に言いたくないって言ったら。そうですね。はい、次、エッグヤザー軍団の、あ、読んだこれ。
はい、次どうやったら YouTube で人気になれますか。お、あ、これは売名、売名、売名、あとはクリエイティブですかね。お前登録者100人ぐらいだろ今。今始まったばかりですから、これからです。これから、まあ、最近オーケストラとコラボばっかりしてますが、デカキンはどうしましたか。今日だって来るはずだったのにな。いきなり2日前ぐらいにパックリ上がってな。あいつひでえやろなんだよ。まじまじ潰しいくか。吉本の力を全部振り注いで松竹に連絡するか。何か言いたいことあるの、はい、デカキンさんに言いたいことあるの。いや出してもらえない、このデカキンさんの。あ、そうですね、なんかそのデカキン軍団を見てみましたらですね、あるライブで一緒になっているパーマ大佐さんも出てます。なんでお前そんな人と一緒になるの。吉本のライブに出てないのになんでさ、パーマ大佐違う事務所なのに一緒のライブに出るの。え、なんでなんでだこれ。勝手に闇ライブに出たんでしょ。え、もしかして闇ライブに出てる。そういうことじゃん。え、吉本の芸人って吉本の芸人としか基本ライブやんないじゃん。ね、人気者になったら別だけど、こいつなんかライブに対して出てないんだから、はい、パーマ大佐ってそのあれでしょ、あのなんだっけ、あのなんだっけ、うざい、マックスうざいでやってる人じゃん。はい、なんで一緒になったの。闇ライブ、吉本に内緒で闇ライブでしょ。これはそうじゃないですか。ピー入れないよ。これはピー入れないよ。ということでね、オーケストラ仕事が来ないとか、なんかね、 YouTube 自分だけは認められないとかいろいろ言ってる。そんな割に犯罪行為みたいなことしてるんだからね。吉本っていう、違います、吉本っていうね、会社の法律を破ったやろ。吉本の主催のライブですよ。何何何何、じゃあ言ってみ、そんなのにパーの対策が出るわけないじゃん、吉本の主催。でもそれはなんていうライブだよ。どこやった、無限大、どこ会場は。これ交換おりますよ、ね、入れないよ。どこどこどこ、早く言って。 やばいじゃないですか。いいから言ってよ、早く。いや、フルート33さんが、あー、ギリギリのやつだね。もうその話はやめよう、ギリギリのやつだから。あ、これ大丈夫です。うざい。無敵テレビの撮影で一番楽しかったこと、辛かったことを教えてください。一番楽しかったこと、タイ行ったやつじゃない。まあ撮影じゃないけど、なんなもん。旅行っつって撮影しただけだけど、やっぱタイだね。タッキーが一番辛かったことのに、タイです。いいね、タキキ。ちゃんと今コンビネーション決まってたね。ミカイは一番楽しかったか、辛かったこと。辛かったことそんなないだろうって俺らな。そうですね、楽しかったこと、うん、僕はあれですかね、この間の単独の、うん、飲み会ですごいウケたのは、あー、みんながもう単独ライブの後さ、ミカエル面白かったって、作家の勝木くんもさ、ミカエル輝いてたねって、今までミカエルただの暗いやつで芸人心配だったけど、あの日ミカエルが本当に面白いやつだってことが分かったよって。あ、次、誰が変顔一番面白いですか。俺から行くぞ。はい、あ、痛い目が。はい、次、ミカエル変顔なんてやらないんだから普段。いや、嘘だろ、それ変顔じゃないじゃん。はい、変顔じゃないじゃん。いつもの顔だろ。やばいな、ミカエル。はい、先にせーの。え、こっち見て。変顔じゃないじゃん、普通じゃん。普通だよね。はい、せーの、ちゃんと下向いてから。せーの。いや、別に誰も面白くないじゃん。俺だけじゃない、まだ面白いか面白くないかは抜きにして、変顔ちゃんとしてる。じゃあ、星野も行け。じゃあ、二代目デカキンさん行きます。せーの。まあ普通だな。はい。普通って言うんだ。はい、じゃあ次、勉強がはかどるコツを教えてください。家帰ってきてすぐオナニーして、すぐ遊んで、テレビ見て、全部遊んじゃう。で、夜勉強。もう遊ぶこと全部終わってから勉強。いや、できないですよ、実際。明日でいいかってなっちゃう。いやそっからだよ。はい、次。ヒロポン飲んでますか。飲んでねえバカ、お前。タキリンだよ、質問。ヒロポン飲んでる。なんすか覚醒剤だよ。どうしたいや、今糸引いて、それがポチャった。うまいと思うラーメン屋さん教えてください。まあ、どこだろうね、うまいラーメン屋。僕はやっぱ歌舞伎町の二郎です。お前、それラーメン二郎の中でまずいって言われてる店だろ。下がバカなんですよ。八王子のね、野苑街道店。うまい、二郎の。超遠いけどね。ミカエル別にラーメン好きじゃねえやつだな。お前好きなラーメン屋さんとかあるの。まあ、でも行きつけでだとなかなかないじゃん。長いんだよ、ないから言えよ早く。はい、もう9分ぐらい撮ってんだよ。はい、今の車を選んだきっかけは何ですか。死んだ親父が乗ってた車だよ。誰も乗んねえから乗ってんだよ。ということでね、質問これで終わりでしょうか。はい、質問ガチガチ答えてきましたけども、
今回なんかいい感じのね、優しく返したね。俺らもデカキンさんみたいにさ、やっぱ優しくしないとファン増えないからね。はい、ということで、デカキンさんよかったら私もデカキンさんのチャンネルによろしくお願いします。見てねえよ、多分こんな動画。ということで、これからメイクアザー軍団バチバチやっていくんで、よろしく。よろしくよし。バイ。I reminisce.